大将、今みたいにいい長さに打てば相手のラケットがボールの後ろに入らないじゃん。そうするとコントロールできないし最終的にボーストになるんだよ。でもボールの後ろにスペースがあると相手がラケット入れられるわけ。そこでそうすると簡単にコントロールされちゃうから、それを少し意識してラリーをして。そう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 、そういう長さ。今まっすぐ入ったけど、まっすぐ押してないんだよ。まっすぐ入れてまっすぐ押さなきゃ。おい、今言うたらボールが低いのにラケットが高いとこから入っちゃう、高いとこから入っちゃうじゃん。だから結局ボールの後ろにラケットが入ってこないじゃん。上から入ってきちゃうじゃん。あれをもっと低い位置に入れて、ボールを後ろに入れてボールの後ろを叩かないと。Good job.